油を吸ったナスが美味しいナスのめんつゆバターパスタ。まずはニンニクと生姜をみじん切りにします。チューブのものでも十分美味しいですが、最近はパスタにハマって生のニンニクばかり使っていたら、生のニンニクならではの旨味の出し方にハマってしまいました。なので最近はニンニクと生姜は生のものをよく使います。生姜で味を引き締めたいので少し多めに使います。ナスは食べやすい大きさの乱切りに切ります。パスタは規定時間入れて水洗いして水気を切っておきます。フライパンにオリーブオイルをひいてナスを皮目から入れて8割ほど焼きます。身の方から焼くと油をすぐに吸ってしまい、ナスがグズグズになってしまうので、皮の方をしっかり焼いて返します。ナスを返したらフライパンの端の方に寄せて、もう一度オリーブオイルをひいて、ニンニク、生姜、唐辛子を炒めて香りを出します。香りが出たら水とめんつゆを入れて沸かします。ひと煮立ちで火を止めてバターを入れて溶かします。バターが溶けたら熱いうちにスープジャーに移してパセリ粉を振ります。水気を切ったパスタはタッパーに移してオリーブオイルで和えて蓋をして完成です。油を吸ったナスとめんつゆバターがよく合います。お弁当や普段のお食事でもお試しください。きのこのクリームパスタ、まずはニンニクはみじん切りにします。ニンニクは匂いがしないくらいの少量をコクを出すために使いますが、お昼ご飯にニンニクがダメという方は入れなくても大丈夫です。玉ねぎは火が入りやすいように薄切りにします。アンチョビはオリーブオイルに溶けやすいようにみじん切りにします。アンチョビは旨味を出すために使います。具材を切り終わったらお湯に塩を入れてパスタを規定時間茹でます。パスタを茹でている間にフライパンにオリーブオイルをひいて、ニンニク、アンチョビ、玉ねぎ、しめじを入れて弱めの中火で炒めます。しめじはほぐして冷凍しておいたものを使います。玉ねぎがしんなりとしてきたら薄力粉をまぶします。しめじと玉ねぎに薄力粉が付着したら、ダマにならないように牛乳を少しずつ加えながら混ぜていきます。牛乳が沸いたら火を止めて、塩、ブラックペッパー、粉チーズ、味の素を入れて混ぜ合わせます。味見をして味が整ったら熱いうちにスープジャーに移します。物足りない場合は塩で調整をします。クリームソースをスープジャーに移したらパセリ粉を振って蓋をします。パスタは茹で上がったら水洗いして水気を切ってタッパーに移します。昼ご飯の時にパスタ同士がくっつかないようにオリーブオイルで和えて蓋をして完成です。
のことアンチョビのうまみが美味しいクリームパスタ、お弁当や普段のお食事でもぜひお試しください。シーフードミックスで簡単に魚介のパスタを作ります。まずはニンニクをみじん切りにします。うまみを上げるために不可欠なニンニク、昼ご飯なので敬遠される方もいらっしゃると思いますが、美味しいトマトソースを作るために少しだけでも入れていただきたいです。次にパセリをみじん切りにします。シーフードミックスは独特の香りがありますが、パセリの味と香りでだいぶ和らぎます。私がパセリの味と香りが好きなので多めに入れていますが、刻んでる量の半分でも大丈夫です。パセリが余った場合は葉と茎を分けて冷凍用の保存袋に入れて空気を抜いて冷凍できます。1ヶ月程度保存可能です。材料を刻んだらパスタを規定時間茹でます。フライパンに凍ったままのシーフードミックスを入れて火をつけて溶かしていきます。溶けて水分が蒸発したら酒を入れてシーフードミックスに塩を振ります。オリーブオイルを入れてニンニクとパセリの茎を入れて弱火で香りを出していきます。パセリの茎は捨てるのはちょっともったいないのでオイルに香りを移します。ニンニクの香りが出て色がついたらトマト缶を入れます。ここから煮詰めて酸味を飛ばしていきます。煮詰めてソースがもたっとした感じになったら茹で汁を入れます。少しサラッとした濃度に伸ばします。砂糖と刻んだパセリを入れて火を止めます。トマトの酸味が好きな方は砂糖は入れなくても大丈夫です。トマトソースが出来上がったので熱いうちにスープジャーに移してオリーブオイルを入れて蓋をします。オリーブオイルをソースの上にかけることで保温効果を上げます。茹で上がったパスタは水洗いして水気を切ってからタッパーに移します。パスタがくっつかないようにオリーブオイルであえて蓋をして完成です。パセリの香りと魚介の旨みがトマトソースによく合います。美味しい魚介のトマトソースパスタの昼ご飯で仕事のモチベーションアップを。アサリ缶で作るスープパスタ弁当。まずはニンニクをみじん切りにします。チューブでも味は出るのですが、生の方が旨味がしっかり出ると私は思います。なので美味しい昼ご飯のために面倒ですが、生のニンニクをみじん切りにします。次にパセリをみじん切りにします。お湯に塩を入れてパスタを規定時間茹でます。冷凍のブロッコリーも途中で入れて1分ほど茹でます。フライパンにオリーブオイルをひいてニンニクとパセリの茎を入れて弱火で炒めて香りを出します。ニンニクの香りが出てきたら唐辛子、アサリ缶は汁ごと、刻んだパセリを入れます。パセリの茎を取って茹で汁、水を入れて一度沸かします。スープが沸いたら弱火にして酒、塩、ブラックペッパー、味の素を入れて全体を混ぜます。
スープの中に茹でたブロッコリーを入れて一煮立ちさせて火を止めて、熱いうちにスープをスープジャーに移します。スープの仕上げにオリーブオイルをかけて蓋をします。オリーブオイルをスープの上にかけることで保温効果を上げます。茹で上がったパスタは水洗いして水気を切ってタッパーへ移します。昼ご飯の時にパスタがくっつかないようにオリーブオイルであえて蓋をして完成です。あっさりとしていてコクのあるアサリのスープがパスタによく合います。おいしいアサリのスープパスタの昼ご飯で仕事のモチベーションアップを。小松菜のスープパスタ。まずはニンニクをみじん切りにします。昼ご飯にニンニクを入れたくない方は入れなくても大丈夫ですが、さっぱりとした味になりますので、コクを出すために量を減らしてでも少しだけ入れてみてください。小松菜は茎を小口切り、葉はざく切りにします。私は小松菜の茎の部分の食感が少し苦手なので小口切りにします。小口切りだとザクザクとして好きな食感になり食べやすくなるので、味噌汁でも小口切りにして入れてます。パスタはお湯に塩を入れて規定時間入れます。フライパンにオリーブオイルをひいて鶏もも肉の両面に焼き目をつけます。鶏もも肉は弁当用に小さくカットして冷凍しているのでそれを使います。焼き目がついたら鶏もも肉を端に寄せてフライパンを傾けて、オリーブオイルにニンニクと唐辛子を入れて香りを出します。ニンニクの香りが出て色がついたら、水と小松菜の茎の部分を入れます。味付けは鶏ガラスープの素、醤油、白だしです。スープが沸いたら小松菜の葉の部分を入れて火を止めて、熱いうちにスープジャーに移します。スープを入れ終わったらオリーブオイルを垂らして粉チーズを振ります。表面にオリーブオイルを入れておくと保温効果が高まります。茹で上がったパスタは水洗いして水気を切ってからタッパーに移します。昼ご飯の時にくっつかないようにオリーブオイルであえて蓋をして完成です。美味しい小松菜のスープパスタの昼ご飯で仕事のモチベーションアップを。アサリ缶で作るクリームスープパスタ弁当。まずはニンニクをみじん切りにします。美味しい昼ご飯のために面倒ですが、生のニンニクをみじん切りにしましょう。パスタに絡みやすいように玉ねぎは薄切りに、人参は細切りにします。アサリだけでも美味しいですが、味の底上げのために玉ねぎと人参を入れます。次にパセリをみじん切りにします。牛乳の甘みが間延びしないようにパセリの香りと苦味で味を引き締めます。パスタは規定時間茹でます。フライパンにオリーブオイルをひいて玉ねぎ、人参を入れて中火で炒めます。
ねぎが少し透き通ってきたら、ニンニク、パセリを入れて香りを出します。ニンニクが香ってきたら、薄力粉を全体に振りかけます。粉っぽさがなくなってきたら、ゆで汁、牛乳、あさり缶を汁ごと入れて一煮立ちさせます。味付けは酒、塩、ブラックペッパー、味の素です。よく混ぜてから塩味を調整して、熱いうちにスープジャーに移します。スープの上にオリーブオイルをかけることで保温効果を上げます。茹で上がったパスタは水洗いして水気を切ってから弁当箱に移します。昼ご飯の時にパスタ同士がくっつかないようにオリーブオイルで和えてから蓋をして完成です。アサリの旨みが美味しいアサリのクリームスープパスタのお弁当で、仕事のモチベーションアップを。ツナと小松菜のレモンスープパスタ。まずはニンニクをみじん切りにします。コクと旨みのために生のニンニクを刻みます。小松菜の葉の部分はざく切りに、茎は小口切りにした時の食感が好きなので小口切りにします。パスタは袋の表示通り規定時間茹でます。フライパンにオリーブオイルをひいて、ニンニク、唐辛子を入れて弱火で炒めます。ニンニクの香りが出たら、小松菜の茎の部分とシーチキンを炒めて、ニンニクの旨みを小松菜にまとわせます。ある程度炒めたら、茹で汁と水を入れて沸かします。ナンプラー、ブラックペッパー、レモン汁で味付けをして、沸いたら火を止めて小松菜の葉の部分を入れます。スープが熱いうちにスープジャーに移してオリーブオイルをかけます。オリーブオイルをかけることで膜を作り、保温効果を上げます。茹で上がったパスタはタッパーへ移して、昼ご飯の時にパスタ同士がくっつかないようにオリーブオイルで和えてから蓋をして完成です。小松菜のザクザクとした食感とさっぱりとしたスープが美味しいツナと小松菜のレモンスープパスタのお弁当で、仕事のモチベーションアップを。チーズと生クリームなしで作るカニカマのカルボナーラ。まずはコクを出すために必要なニンニクをみじん切りにしていきます。カニカマは適当な大きさに裂きます。パスタを規定時間茹でます。茹でている途中で冷凍ブロッコリーも1分ほど一緒に茹でます。フライパンにオリーブオイルをひいて、ニンニク、カニカマを入れて炒めます。
ニンニクの旨みをカニカマに絡めていきます。ある程度炒めたら牛乳、ゆで汁を入れて沸く寸前まで温めます。味付けはコンソメ、ブラックペッパーを入れて塩で味の調整をします。牛乳がふつふつとなってきたら火を止めて湯気が収まるまで少し待ちます。卵黄はダマにならないように混ぜながら入れます。あとは茹でたブロッコリーを入れてスープジャーに移します。茹で上がったパスタは水洗いして水気を切って冷凍箱へ移します。パスタがくっつかないようにオリーブオイルで和えて蓋をして完成です。カニカマの甘みが美味しいカニカマのカルボナーラのパスタ弁当で仕事のモチベーションアップを。カニカマのスープペペロンチーノ。ニンニクをみじん切りにします。チューブでもいいのですが、生のニンニクの方が旨味が強いと思うので生を使います。ピーマンはパスタに絡むように細切りにします。カニカマは適当な大きさに裂きます。パセリはみじん切りにします。パスタは規定時間に出て水洗いして水気を切っておきます。フライパンにオリーブオイルをひいて弱火でニンニク、パセリの茎、唐辛子を入れます。ある程度炒めたらパセリの茎を取り出してカニカマ、ピーマンを入れてオイルを絡めていきます。食材にオイルが絡まったらパセリ、茹で汁、水、ナンプラーを入れて溶かします。沸いたらアクをすくって火を止めて塩で味の調整をします。スープが熱いうちにスープジャーに移してオリーブオイルを回しかけて蓋をします。水気を切ったパスタは弁当箱に移してオリーブオイルで和えて蓋をして完成です。カニカマの美味しい甘みをパセリの苦みで味を占めてすっきりとした甘みに仕上がりました。カニカマのスープペペロンチーノ弁当で仕事のモチベーションアップを。ウインナーのトマトソースパスタ。コクを出すために必要不可欠なニンニクはみじん切りにします。玉
ねぎは粗みじん切りにします。ウインナーから旨味は出ますが、さらに旨味を強くするために玉ねぎを入れます。パセリは茎と葉を外して、葉の方はみじん切りにします。ウインナーは食べやすくするために斜め切りにします。パスタは規定時間入れて水洗いして水気を切っておきます。フライパンにオリーブオイルをひいて、玉ねぎに塩を振って少し透き通るくらいまで炒めます。ニンニク、ウインナーを入れて炒めて、ウインナーから出る油を全体に絡めていきます。みじん切りにしたパセリの葉とパセリの茎、トマト缶を入れて、トマト缶の酸味を飛ばしていきます。酸味が柔らかくなったら、少しサラッとするくらいに茹で汁で濃度を調整して、砂糖を入れて火を止めます。ソースが熱いうちにスープジャーに移して、オリーブオイルを回しかけて蓋をします。水気を切ったパスタは弁当箱に移して、オリーブオイルで和えて蓋をして完成です。ウインナーの旨味とトマトソースがすっきりと美味しいパスタ弁当で、仕事のモチベーションアップを。